よ、予想はしてたけど、すごい量だね。まあ、たくさんの子たちが先生のために用意したものだし、大事にしてあげなきゃね。え、何、私？もちろん用意してあるけど、いるの？そっか、そうだよね。先生ならそう言うよね。というか、そんなこと分かっててここに来る私もずるいな。いや、なんでもない。じゃあ、私のやつは一緒に食べよっか。先生、今週もお疲れ様です。